Ready? Go! Fight two! Ready? Go! Fight three! Ready? Go! Ready? Go!
Shut up!
Fight five. Ready? Go! Ready? Go!
Ready? Go! さあ決勝ながらどちらか、本当にいつもよく対戦してる2人なんでね、これこの場所でどういう身内を、ね、出していくか、結構微妙なやり取りが見れると思いますけどね。さあこの龍拳寺と伊藤俊の試合は一つのキーワードというか次の試合になると、話すと思うんですが、さあ伊藤俊は割と龍拳寺を苦手としております。さあこの一戦はかなりこの後の試合に影響するかと思います。そうですね、唯一伊藤俊選手にこのチームの中で有利なのが龍拳寺選手なんですね。の試合でもかなり具がいいみたいなので、やっぱりここにかなりかけてると思いますよ。さあ龍拳寺が一本取って、さあ今取った、ちょっと硬いですか伊藤俊選手。さあ過去3戦伊藤俊は必ず一勝してまいりました。先頭で必ず一勝しております。さあその伊藤俊が2本取られて押されております。これ斜めから上がってて勝手ですね。さあこれ反撃です。さあしかし優先で余裕を持って対応する感じですが、1本取り返します。さあ確実に投げて、下手が入った、外しないですよ。さあここなしか伊藤俊に繊細がない。あっとこれはノアエクセレント。ラスト4では1回戦負けしてしまいましたけれども、まあ、ここの本場のバーチャでどれだけ力を見せてくれるか、このバーチャファイター史上最高の人間性能と言われているフード選手ですからね、大舞台にも強いです。さあ人間性能の高さをこの大舞台でさあ見せることができるかフード。さあ状況は追い込まれています。
さあ、戻して、さあ、じっくり見ていく。いや、早い。さあ、じっくり見て、チャンスを伺って一発で攻める。さあ、フードのスタイル。さあ、抜けて、さあ、選球。あーっと、これ減りますね。割り込ませない。さあ、今度はフードが2本取って、さあ、セットポイント。さあ、戻して、さあ、投げ打って、さあ、前をじっくり取って、さあ、割り込む。細かく技を入れていく。下げて、抜けて、さあ、ここからさあ、ユニテッド食らいつきます。一本取ります。さあ、崩していく。さあ、ロード返して、さあ、前を詰める。ありがとう。さあ、崩す。ローが入って、さあ、追いつくか。返していく、フード。ありがとう。さあ、いいコンボ。ガボ、どうでしょう。さあ、ディレイ投げろ。決まった。まあ、あとやっぱりステージ選べますからね。この壁面かなりダメージ上がるんで、フードのこの距離戦のうまさをじわじわとこういかに詰めれるかですよね。その辺に注目したいな。さあ、見てみましょう。本日当たっているジョセフに対して、さあ、フードが立ち下がります。さあ、重い技。コマンドミスか。さあ、取ります。これはちょっと回復したので、普通より減りましたね。さあ、ジョセフが先に取ります。さあ、ジョセフから味方く、さあ、壁の押し付け。さあ、フード、どうだ。さあ、投げて返して、起きるガボ。さあ、読み合い、抜けて、そこでガボ。まとめ、ロー入った。目まぐるしい展開。しゃがんでいる、しゃがんだ。さあ、ジョセフがセットポイント。フード追い詰める。さあ、ここからのフード、2本取られた後のフード。壁沿い。さあ、どうでしょう。そういうの。さあ、投げて、柔らかく縦押しのジョセフ、攻め立てる、攻め立てる。さあ、大将糸橋ザンギフ、残り2枚。まあ、板澤選手おなじみの土俵ですね。さあ、開幕大伝補正。さあ、勝負だな。さあ、接近戦。さあ、リュービーを確実に当てて、ありがとうございます。ロー入った。さあ、ガド、どうでしょう。1本目リュービー当てる、拾ってポイントまでいくか。おっと、かわしてるよ。うまい、きれいにイニッシュコンボを決めましたね。さあ、イカザン1本取って、これお酒も6杯飲んでいるので長腕が出せるようになりました。さあ、ここは取りたいの距離を取る。さあ、この勢いあるアキラ。さあ、板澤がどう処理するか。リング際、ジョセフ選手近寄りたくないんですけれども、お酒飲まれてしまうんでね。これ端で行くに行けない、妙な読み合いが。拾って、さあ、リング際の攻防。
当てていく。さあ飲んで1-1組み立てていきます。こっちにして総裁。さあローテ拾っていく、前に出る。さあ打ち合い、ここの打ち合い、勝負の指当てて。さあ追いつく、止まらない、太い。さあマッチポイント、決勝へリーチ。しのげる海田さん、さあこの揺るぎない立て押し。さあ飲んでいく、どうでしょう、勝負どこ、よし、終わったかな、拾った。3対1世界で唯一のスタープレーヤーなんですよね。黄金世代をサンタでして、まあ、ノリに乗っている選手で、まあ、大会非常に強いんで、この太い選択肢というか折れない心、これを見ていきたいです。一方のキングジョー選手も、まあ、同じように大会が非常に強い選手なんですけれども、1回戦で釜揚げ選手との対照戦を制してますんでね、まあ、これ先に仕掛けて乗った方がいくんじゃないかなと、そんな気がしてます。さあ先方戦対決、さあまずはキングジョー、さあ勢いあるユウから先に取って、さあユウに進めます。さあそしてフラミンゴ、外潰して止める。さあ投げ打って止めて、さあ波を打って、どうでしょう、抜けてどうだ。さあどうだ、さあユウが取り返します。いやかなりのいいファイトですね。さあ非常に接近戦、両者接近戦に問わず下がりません。さあ優雅、まずは先行対決、セットポイント。さあそして さあ抜く、さあ2-2、勝負がつくのが早い、相手をどんどん抜けてくる。さあローから拾って、飛びつか狙ったのか、そう書いて、さあ出てもらってドラスマン、ビジッドカモン返すか、ロー入った。まあこれサラ対決なんでね、かなり見れると思うんですけれども、お互いこれサラ結構コンボ火力があるんで、結構そのどちらが技を中当てるかですよね、それを見ていきたいと思います。さあサラ対決です。さあこのラスボスのこの、カムリオン、こちらはですね、ベスト4決定戦で3立てです。3立てであのポピーのチーム、下しております。ですからこのカムリオンも今勢いはあります。この勢いあるサラ同士の対決、これですね、フラミンゴ。これは繋がらなかった。さあここは冷静にユウが対処しまして、一方選手、さあ前を取って、さあなかなかいけないか、さあリードかけて、ユウがも投げ抜ける、どうぞカムリ、さあカムリを拾って、さあユウが取れる1-1で、さあ赤い方がユウだね。さあ1-1で、さあ出てきに投げにつなげて、さ
さあ割り込ませない、ユウが割り込ませない。さあそして三匹リーチ、ファイト4レディーゴー。さあ前に繋げて攻める攻めるユウ。これはジェフリー。さあこの状況耐えることができるでしょうか。残り3人です。さあ依然としてユウの勢い止まらない。そう膝入った。さああえて壁があるところ、ファイト2。さあ明らかにいいファイト狙ってます。さあ左手、なるほど、さあ腕、さあ手で入って、前に出るユウ、ひるまない。さあ膝来ないか。そうですよ、さあロー相手。さあ決勝リーチ、これ壁に持っていって減りますよ。さあようやく壁を有効に使うか。ゼロ入って膝通して、さあ一本取り返します。さあ荒々しい勝ち方、さあ勢い乗りたい、拾ってつなげます、つなげつなげていく。さあ主導権を与えない、ユウが返して抜けるか、も抜けて下げる。さあ動きに拾っていく。さあどうでしょう。決まった、先方対決。さあ初回からかなり重要です。ファイト1、さあ見てみましょう。レディーゴー。ラウト第3。さあ軽く当てて当てて、さあユウが行く。さあ割り込んで、さあどうでかして、さあひとっとうまい拾っていく。さあユウが避けております。いや技を避けて側面に冷静に側面にするの技を入れましたね。さあ攻め立てるユウに対して、さあチャンスを伺い一気に攻める。さあユウ天智うまい、拾って手が高く、手が高く削る。そうかして、さあどうでしょう、この一削り。おー、いけた。さあ、ユウのセットポイント。レディーゴー。そっから、さあ、ユウ天智の持ち味が消されている。さあ、ユウが動けてる証拠でしょうか。スタロー入って、さあ、取り返します。ここからです、ここから。レディーゴー。さあ、そこを潰して、さあ、前取る。肩入って、ここさあ中段、押し切る。さあ先方対決2人、レディゴー。さあ勝負の辺はどこになるのか。
止めて近い打ち合い黒カード逃さない肘から、お出返してさあ浮いた、さあアナグマが中堅で登場。まあ、アナグマ選手とにかくこう手を動かしながら相手の癖を見てですね、それ考えながらやるプレイヤーですよね。さあ差し合いから拾っていく、さあミドルで押していく、さあキャンセル、ここを見ている、マイク2レディーゴー、はめてて、さあミドルさあ浮かした、さあ正確なクッションコンボ投げて、さあ一撃追いつきます、ファイト3レディーゴー、下見抱いて正確正確当てて、さあ浮かして拾っていく、さあ一つかわせて、まあ、拾わない投げアウト、さあ有天が2人抜き、ready go 投げて肘肘拾って西川のまま投げて決まった、3対1。長太郎選手、まあ、ポテンシャル才能はですね、関西で随一、関西一じゃないかと言われてますからね。さあ、さあ、一戦は依然止まらず、抜けて殺伐、拾って追いつくか、ポイントまで繋げたい木村が、さあ、有天が先に取ります、レディーゴー、あー動けない、さあ殺しガード、どうでしょうミドルガード、さあウィニングポイント、さあ3連覇の正直になるか、さあ残り1ポイント、さあ今度見せ欲しい、京太郎どうでしょう、まだです、いやー熱いなセットカウント3対0、優勝はスターダストクルセイダーズ。